ばんは、本島たたねの春のちなみです。今回朗読する本は多和田洋子作雲をつかむ話。人は一生のうち何度くらい犯人と出会うのだろう。犯罪人といえば罪という字が入ってしまうが、私の言うのはある事件の犯人だと決まった人間のことで、本当に罪があるのか、それともないのかは、最終的には私にはわからないわけだから、それは保留ということにしておく。後に犯人として逮捕された人と、それと知らずに言葉を交わしたことが、これまで何度かあった。どれも、互い違いという言葉の似合う出会いだった。朝、白いリボンのように空を横切る一筋の雲を見ているうちに、そんな出会いの一つを思い出した。ベルリンに引っ越してきてからもう5年も経ったというのに、まだ朝起きて窓から外を見ると、ハンブルグ南部を流れているはずのエルベ川が目の前を流れているような幻覚に襲われることがある。24年も見つめ続けた光景だから、そう簡単に網膜を去ってはくれないのだろう。その川のほとりで語り合った人たちの数はあまりにも多すぎて、とても数え上げることができないが、犯人の数なら一人一人数えることができるような気がする。聞いてくださってありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。良い夢を。